ガチャンガチャンと音を立て、大きな機械が布を織り上げています。ここは浜松市にある古橋織布。もうすぐ創業100年の織物メーカーで、2年前に35歳の若さで会社を継いだのが古橋香織さん。これからも将来性があるんだったら潰してしまうのはもったいないな。一番にはこのシャトル織機を使ったものづくり。シャトル織機とは、布を織るときにシャトルと呼ばれる横糸を通す道具を使う昔ながらの織り機のことで、シャトルを使わず大量生産で織られた生地に比べ、丈夫で温かみのある生地が生まれます。こうちょっと若干こう凹凸があるというか、ポコポコしてるのが分かると思うんですけど、普通に折った生地に比べて肉厚になりやすい。でそれが結果的にこう風合いがいい、ふっくらとして肌触りがいいっていうことになります。遠州織物は高度成長期終盤に生産量のピークを迎え、ガチャンと折るたびに満単位のお金になるとガチャマンケーキと呼ばれました。しかし次第に海外で安く大量に作られた製品に押され、現在は全盛期のおよそ50分の1にまで激減。一時は1000以上あった事業者数もわずか43まで減ってしまいました。遠州織物は一つの会社で製造するのではなく、7つある工程をすべて違う会社が担っています。そのためその中の一つでもなくなると遠州織物を作ることができなくなりますが、実はすでに成形という縦糸に使う糸を並べて巻き取っていく工程が存続の危機にあります。一定のテンションでこうゆっくりムラなく巻いていくっていうのが難しいんですけども、これをやらないと織物の品質に影響してきて、まあ、この作業が今後継者が今いない状態でなくなってしまうと、遠州織物ができなくなってしまうっていう。そんな遠州織物の世界に今年2人の外国人が飛び込んできました。日本のものづくりに憧れてやってきた台湾出身の宋光竹さんと、日本のアニメ好きで日本語も大好きという中国出身の周佳恵さんです。中国ですと大量生産じゃないですか。古橋ですと素材そのまま生かす、本当にふんわりしてて肌触りが良くて、同じ糸でもいろんな風合いができたりするので、それが面白いかなとは思ってます。2人は東京の専門学校で服飾を学ぶ中で日本の織物に興味を持ち、インターンシップで訪れた古橋織布で遠州織物に魅了され、ここで働きたいと思ったといいます。コロナを経て、国内だけではなかなか物が売れない時代に突入しているっていうところで、彼女たちの語学力を生かしてアジアの方にも販路開拓していきたいなと思います。この日、周さんが駅へ迎えに行ったのは中国の衣料品メーカー経営者です。台湾、中国出身の2人は中国語はもちろん日本語や英語も堪能なため、それを生かして世界に向けても遠州織物の魅力を広めようとしています。お客さんが作りたい製品にはどんな生地が合いそうか、実際に触れてもらいながら中国語で説明していきます。古橋さんの生地は、シャトルでゆっくり折る生地で、すごくナチュラルの仕上げしてるですね。で、張り感があるし、張り感を逆に殺してる、その素材の立体感と、これからの時代がすごく合ってるですね。今日は切っていらっしゃる方、本当に詳しいから、しかも私より情熱がある。なんか自分がまだまだかなって。もっと勉強しないといけない。
もっと遠州織物のことを知りたいと、2人は生地や機械に積極的に触れ、知識を増やしていきます。先月31日、2人の姿は東京で開催された日本最大級の繊維の展示会にありました。国内外からやってくるバイヤーに古橋織布を PR する絶好のチャンスと意気込みます。言葉とか写真でどうしても分かんない、その触り心地とか、ぜひなんか触っていただけると嬉しいです。積極的に声をかけて売り込んでいきます。弊社は全部シャトル織布で織りました。ふんわりしているのが特徴です。すると一人の中国人バイヤーが興味を示してくれました。前から遠州織物の天然繊維の良さを聞いていたので、実際に触ってみたらその通りでいいと思いました。中国語で話せるので日本の生地をもっと詳しく知ることができて嬉しいです。取引につながりそうですかね、今日の話聞いて。絶対。もちろん日本人のバイヤーには日本語で説明していきます。こだわってものづくりされてるっていうところはすごく話してて感じましたし、あ、なんか生地とか好きなんだなっていう話してて感じました。2人は今回の展示会を通して改めて遠州織物の良さを感じたようです。大量生産ができない風合いのところもあって、でそれを強みとして広めたいかなと思います。古橋織布は基本的にベーシックなものを織っていて、お客さんがそういう素朴な感じが好きですね、実感しました。2人の成長に社長の古橋さんも遠州織物の未来を重ねます。入って半年なんですけど、まあ、前回よりも、まあ、生地のことだったり素材のことっていうのを勉強してきているので、それを発揮できているんじゃないかなと思って、今後は楽しみかなと思います。まあ、産地全体これからますます縮小っていうことになると思うので、横のつながりを強くしてみんなでこう産地を守っていくような取り組みができたらなと思います。